今日もゆっくり実況をやっていくぜマリサよ。ピチュピチュピチュピチャー。霊夢よ、どうした？スマブラ界のアイドル飛中さんが目の前にいるんだぜ。こうならない奴の方がいたんじゃないのか。取り乱し方が個性的すぎるんだよな。改めてお相手は飛中だが何か対策はあるのか？もちろんよ。ほうほう。対策はどんな感じなんだ？まあ、タイが3日2晩寝ずに考えた作戦はというと、ズバリ、やられる前にやる作戦寝といた方が良かったね。説明しよう。いや結構です。なんでお前の作戦は毎回小学生並みなんだよ。あ、この人全ガノン使いの悪口言ってます。お前の根性どこまでねじ切れてんだよ。切れてはないわよ。否定するところそこかよ。火力に全振りしたファイター同士の戦いってものを見せてあげるわよ。確かに、プチューちゃんもこんな顔して火力に全振りしたようなスペックだもんな。でもプチューちゃんの泣き顔は見たくない気もするんだぜ。ギリモジー。やっぱりプチューちゃんは泣き顔が一番可愛いよね。霊夢の闇の深さに心底震えています。さてさてスマブラアイドル決定戦と行きますか。なんでや！一体いくら積んだらこんなデキレースができるんだよ。答えはあんたの貯金箱にあるわよ。おま。ほらあああああ。マリサの貯金箱の隠し場所は把握してるんだぜ。エアロブクラッシャー！まあ貯金箱に関してはマリサを殴られ屋として働かせて解決するとして、今回のお相手さんはどうなんだ。さすが決勝戦ともなると値と同程度のアイドル力ね。アイドル力って何ですか？おじさんミラーに関してはお相手よりも自分、どうやって自分を見せるかが重要なんだぜ。いい加減にしろ。まあストックも先行できたことだし、見てなさいよ。弱点も十分にあるんだから気をつけるんだぜ。もちろんわかってるんだぜ。霊夢のくせに落ち着いてるじゃねえか。当たり前だぜ。こんな時はひとまず冷静にバイクに乗って。魔人剣冷静ってなんだっけ。さあこの調子で3ストック目も行くわよ。今日受け身ができてなくないか。冷静じゃないからね。病院行くか。さっきからボロクソに殴られてるようだが、どっかの社長でもない限りずっと俺のターンとはいかないのよ。それは言ってはいけないお約束だぜ。でも確かにこの流れはちょっと危ないわね。お相手さんすごい技のチョイスだな。これはお相手さんが波に乗ってる証拠だぜ。それは私にはちょっとわからないけどな。これはもしかしてターン交代したか。正気の香りがする。確かにこれは決着間際の一例。今ので総裁になるのか。やっぱり列客の反省はよくわからんぜ。もうこれはあれよ、テンションなわけねえだろ。打ち回避には振られずと、どんだけ遠くでガード張ってんだよ。さすがにちょっとビビりすぎたぜ。気がついたらダメージもほぼ互角だぜ。そろそろじゃんけんダメージたいね。ここ、こっち、ほんとやあ。信頼のおじさんじゃんけん。じゃんけんにおいて値の右に出る者はいないんだぜ。もう少し実力をつけてくれれば言うことなしなんだがな。おっとこれは2連戦でおじさんミラーか。悲しいがここまでダンディーではないぞ。ところで動画初のスネークだが大丈夫なのか。まあスネークの対策としては、キャッチ狩り、復帰阻止ね。キャッチ狩りに関しては空中でのスネークは主に、C4、手榴弾を用いてクーダで降りてくることが多いんだけど、ステージ中央で対応しながら、常に C4 の位置を警戒することが大切ね。なるほどな。手榴弾に関してはどう対応していくんだ。守りでは投げ返しなんかを使いながらリスクをつけたり、攻めでは掴みの無敵状態を利用するのが有効だぜ。来たわよ復帰阻止。ここ。ナイス復帰阻止だぜ。甘い回避がけつかまりをうまく枯れたわね。それにしても霊夢、お前今回偉く真面目じゃないか。何言ってんのよ。霊夢ちゃんから真面目を取ったら何も残らないわよ。それなら普段のお前は何もないぞ。出たわねニキータ。通称トラウマのニキータ。1ミリも通称ではないが、確かにニキータはおじさんには辛いぜ。少しずつだけどニキータには慣れてきてはいるんだけどな。まあその成長も今回のスネーク戦で見せてもらうぜ。一定距離を取って手榴弾を出すスネークのキャラ性質上、列客は刺さる気がするな。まあ手榴弾を生成する隙があるからそれはあるかもな。これはニキータじゃんけんか。外側や、ニキータに苦しめられてたあの頃とはもう違うのよ。霊夢でも成長はするんだな。余計なお手はよ。逃がさないわよ。いやこれは追えないんじゃ。とんでもない執念だな。二人で落ちるとこまで落ちるんだぜ。霊夢、ハートはやめとけ。ハートは。そういえばマリサの趣味は BL だったわよね。やめろ。それにしても手榴弾の弾幕はやっぱりやりづらいわね。からの優秀な DA。急にやられると反応できないんだぜ。回避上がりはもう使わない方がいいかもな。正直冒頭で崖上がりを散らせるとか言ってたが、崖上で爆発させまくってるスネークなんかはどうすればいいのか。そこはコメントなんかで聞いてみるといいんじゃないか。霊夢ちゃんに教えたい人はコメントよろしくね。舐めてんのか。そんなんだから誰もコメントしてくれないんだぜ。あたいは孤高のファイター霊夢よ。コメントなんてなくてもへっちゃらよ。本音は、一人でもコメントくれたら歓喜しよう。やっぱり寂しん坊将軍じゃねえか。マリサ今なんて言った？お前の性格どうなってんの？
気がついたらお相手のダメージもいい感じになってきたわね。決着の時は近そうだな。いつもはパワーに頼りがちなおじさんだけど、今回は彼の繊細な部分をお見せしよう。おじさんに繊細な部分とかあるのか。少なくとも霊夢にはないが。やかましいわよ。これが殿下の宝刀。ソフトタッチおじさん。ソフトタッチでサイファーを破壊する魔人。見たでしょ、これが値の可愛さよ。繊細さの話じゃなかったのか。細かいことは気にしないんだぜ。繊細さどこ行った。どっちが値だ。 1P がおじさんで 2P が霊夢だぜ。誰がゴリラじゃボケー。二人ともボケ出したら収集つかないからね。頼むわよマリサちゃん。すまんすまん、あんまり見てたもんだからつい。ね、いい加減霊夢ちゃん泣いちゃうよ。ところでこのお相手さん、うまそうな雰囲気かもしだしてないか。そういえば最初ステップ踏みまくってたわね。ステップ踏みまくるお相手にはレッキ客よ。ゴリラ対策としては何かあるのか。対策としては復帰阻止、浮かされたら逃げまくるってくらいかしら。アーマー解除されるの。狙いとしては悪くなかったな。流れるようなコンボ。一度距離があくと詰めるのが大変なんだぜ。お相手さんナイス回避だぜ。貪欲にシールドブレイクに行くのもありだったわね。いい復帰阻止だぜ。我ながら今のはうまくいったぜ。とりあえず崖で一休みよ。お前ほんとそれ好きだよな。空中煙獄圧からの爆アドがあるからやめられないんだぜ。軽いファイターだと煙獄圧2回と横スマでおしまいよ。確かにそれは爆アドだな。ここで霊夢ちゃんの奇襲。相手崖に捕まらず煙獄圧か。一周だぜ。このお相手さんはあんまり DA で突っ込んでこないわね。うまく誘い込めれば空下でかれるもんな。ちょっと見せすぎちゃったかしら。まあ確かに結構振ってたもんな空下。今のは崖ちゃんからのジャンプはいらなかったな。まあ結果オーライということで、さあお相手さんも残り1ストックだしラストスパートといくわよ。今の下に投げられてたら危なかったな。正直諦めて受け身の意識が消し飛んでたわ。まあおじさんが消し飛ばされないように気をつけるんだぜ。崖上がりは読まれてたわね。ゴリラもパワー系のファイターなんだから二段は禁物だぜ。今の当たるのか。これが大型キャラの悲しい宿命なのよ。あら、こんにちは。走り込んで挨拶してどうするんだよ。噂にクソウマトウってやつが見えたわよ。帰ってこい霊夢。まだ試合は終わってないわよ。オット生死の境で魔人剣を打っちまったぜ。それは甘いわよ。よく踏みつけたな。偶然か。実力よ実力。30回に1回は成功するんだぜ。そうだね、それは実力だね。おっとまたしても動画初登場ファイターウルフね。ウルフ戦もジャストガードが重要なのよね。完成のついたジャンプはある程度予測しやすいから積極的にジャスガを狙っていくぜ。なるほどな。ブラスターはどう対処するんだ。チャンスを置いて打ち終わりを狙っていくぜ。確かにブラスターはああ見えてあと隙はあるからな。あとは復帰阻止だな。積極的に外で潰すか。間に合わないなら B 横の頭が出るところを狙うぜ。ウルフもまた一強一端なファイターだから積極的に弱点を攻めていくことが大切だな。こっち。おじさんじゃんけんはまずは外れと。逆に今のはうまくいけばバーストできてたんじゃないか。チャンスのあまり焦りすぎちまったぜ。崖際の下詰まっておじさんに当たるのか。確かにウルフに当てられたことはないな。まあ今後しっかり調べておくべきだな。ほい、ここからは値のターンよ。ここじゃあ狙いは悪くなかったな。まだまだ値のターンは続くのよ。出場、注意感。なんだその絶望的な技のセンス。ここだー。どんだけ大技振ってんだよ。叩きすぎだろ。おじさんは太鼓の達人じゃねえんだよ。あ、覚えとけよー。滑稽ここに極まれり。この顔忘れたとは言わせんぞー。もうめちゃくちゃだな。やめっく。おいおい霊夢、ちょっと頭を冷やせよ。お相手さん危機としてステップ踏みまくってるわね。すべてを蹴散らす魔人の一撃。そういえば意外と差はついてないんだな。この程度ならもう差はないわよ。むしろ値が有利と言ってもいいわね。それは言い過ぎだろ。まあ見ときなさいよ。勝利を確信したおじさんのガッツポーズ。相変わらず悲しいリーチだな。クーエヌからの下強あと好きなさすぎじゃない。冒頭にドヤ顔でジャスガとか言ってなかったか。見ときなさい、ジャスガ見様と呼ばれた値の実力を。ジャスガ見様ってなんだよ。バイク通ります。後ろ回避にはやっぱり刺さるぜ。しかも前作よりは後引きも少なくなってるから使いやすくなってるぜ。めくりなんかも考慮に入れるとなかなか使いやすいよな。波よりも普通に走るより速いのがいいんだぜ。ナイスジャスガ。ジャスガを繰り返すことによりジャスガの根と消化し真の魔人となるのである。なんだ今のバーストへのテンポは。これがジャスガの根の魅力。観客はもう魔人の虜よ。今回のじゃんけんは未だに不発だけどな。夫だけがいでの寄り合いだぜ。あ、こっち来る感じ。それじゃ遠慮なく。受け身取られなくてよかったな。これが流れを掴んだおじさんのプレッシャーよ。なんか腹立つな。さてさて今回の動画はどうだった。ピチューちゃんはやっぱり可愛いわね。そうだね可愛いね。まあ今回の動画や最近の動画では
アイテムありの動画がないから、機会があればそっちも、乗っけていこうかなと思ってるぜ。確かにたまたま当たるアイテムありのお相手さんとの戦いは、結構面白い戦いになるもんな。いい動画が撮れたら出していこうと思うんだぜ。それじゃあこの辺で、最後まで見てくれてありがとなんだぜ。次回もよかったら、ゆっくりしていってね。